んにちは、シローです。今回の動画は余ったキムチスープでラーメンを食べた記録です。まずはラーメンにのせる野菜を探します。今日はね、このもやしを使うよ。これは半額で手に入れたやつ、もうそのまま冷凍しちゃいました。あとはチンゲン菜とニンニクを切って、スープにはお湯を足して、今日はまるちゃん製麺の塩ラーメン、これを追加していきます。でね、これね、タレ入れたんだけど、ちょっと後でやるんだっけな、これ別だっけなってちょっと思ったんだけどね、まあいっかってなりました。さあ、ごま油にニンニク、チンゲン菜に冷凍もやし、お酒入れて蒸しときます。おし、いい感じかな。お、崩れた崩れた。そしたらうまいタレ、鶏そぼろも入れて、もうちょっとかな、胡椒をかけておしまい。いいねいいね、美味しそう。このね、野菜ね、たっぷりのせたね、ラーメンが大好きなの。もう美味しそう。もう今これアフレコしてて、今食べたくなっちゃったよし、熱々のうちに食べよう。いただきます。今日はラーメン、ぐー、今日はラーメンっていうか、なんか最近ラーメンばっか食べてる気がする幸せ。今日はね、まるちゃん製麺、あれ、まるちゃん製麺かな、ラオかな、あれ、どっちだどっちか忘れちゃった。まあどっちかの塩ラーメンだね。まるちゃん製麺だったかな忘れちゃったけど、残ってたキムチスープがあったから、それにね、ちょっとお湯追加して、で、塩のスープを入れた。塩のスープ、あれ後入れだったような気がしたんだけど、まあ入れちゃったね、いいでしょう。で、野菜炒めを乗せたもやしと、チンゲン菜と、あとひき肉は、これは鶏ひき肉ね、そぼろ作ったからそれを入れちゃった感じかな。ははは、もうすごいよ、美味しそうだよちょっとひっくり返そう。いや、もう最高じゃん。ちょっとちゃんとひっくり返してみようか。よっしゃ。はい、いただきます。うわほー。うん。キムチ効いてますね。おいしい。このキムチスープはちょっとニンニクが入ってないから、野菜炒めの方にちょっとニンニク入れたんだけど、いや、いい感じですよ。はあ、幸せだ。もう野菜も取ってるし、もう完璧だと思う。なんかね、最近ラーメンばっか食べたい気分なの。このちょっと涼しくなった部屋でラーメンを食べる最高。これしかないけどね冷凍餃子あるかなって思ったらさ、なかったね。あ、待って、当たりだ、春雨折ったこのキムチスープね、そうだ、春雨入れたんだ嬉しい、一緒に食べちゃおう。うん、幸せだ。もう毎日ラーメンでもいいぐらい、さすがに太るから毎日ラーメンは食べないけどね。なんでラーメンってこんな美味しいんだろう。ラーメンばっかの動画になってたらごめんね。夏はやっぱそうめんとうどん、ラーメン、そば大事もう麺ばっかって、多分いつかの私がね、書いて動画投稿したと思うけど、ほんと麺ばっかになるからよろしくうまっ、最高よ。さて、今日のシローの独り言は何ですか
いや、それにしてもね、ちょっとね、自分の動画に飯テロ食らったね。明日もラーメンかな。食べたくなっちゃうんだよね。ちょっとお腹空いてる時にやっぱ良くないね、編集すんのね。よし、今日はない、白を、今日はね、もうラーメンはもう好きだからしょうがない、もう毎日食べちゃう。ごきげんよう。Thank you.